久保さん、おはようございます。おはようございます。今回ね、税金700万にしましょうか。昨日ですね、塾生さんからちょっとメッセージいただきまして、吉田さん、税金700万来ましたみたいなね。こちょっと勉強しないとみたいな。<laughs> なんか、あの、ちょっと、うん、あの、まあ、それ以外にもちょっとご相談いただいた、あ、そ,それ、それはま、あちょっと報告で、まあ、YouTube の、なんだっけな、その、 あのルールが変わって、その米国の税金が取られるっつって、申請しないと25%か。で、そのやり方がちょっと分かんないんですっつって、まあ僕もね、すぐそのやり方分かんなかったんで、まあ、他の YouTube でめっちゃ詳しくね、アップしてる人がいたんで、それ見てやって、YouTube のその税金のあれは、もう対応してるんですけど、まあ、それを教えてあげてやったんですけど、まあね、ほんとね、 あのー、税金に関してはあ、多分会社作んないと本当にすげえ払わないといけないと思いますねうん。まあこれは僕は税、会社作って税理士さんに、まあ、直接お会いして、まあ毎回その話とか質問しまくるんですけど、わかんないことをね。やっぱね、すごいっすね。あ、なるほどね、うん、みたいな。 でしかも、そのね、税理士さんもいろんな、まあ、会社を、クライアントさんいっぱいいるので、だから他の会社はどうしてるんですかこ,こ,こういう場合だったらこの会社どうしてるんですかみたいな、めっちゃ聞くんですけど、へーみたいなね、まあ、いろいろとね、あの、あるわけですよ。で、なんか、僕が、僕、これは僕の言葉ですけど、赤字貯金10年できるっていうね <laughs>、赤字貯金10年までいけるみたいなね <laughs>。まあ、これはまあ、ゼリさんに聞けば。 まあ、赤字貯金って、なんかピンとこないかもしれないですけど、まあ、これ何かっていうと、赤字あの、今年赤字出しました、去年、来年も赤字出しましたっていうね、まあ、基本的に会社っていうのは利益が出たら、その利益に対して税金がかかってくるわけなんですけど、まあ、赤字が、ね、出た場合っていうのは、まあ、その税金がすごく少ないわけですよね、赤字なんで。で、まあ、経費の方が高いと。要は売上げを上げるために、経費をいっぱい使いましたと。 で、結局、経費は使ったんだけど、売り上げがあんまり上がらなかったですか上がらなかったっていう状況が、まあ、普通にあるわけですよ。うん。で、会社、まあ、特にその、事業を始めた人なんかは、黒字にするのって、まあまあ、なんだ、例えば、飲食店とかの場合とか、まあ他の事業とかもそうだと思うんですけど、まあ、まあ基本借り入れして、まずま、あの、マイナス化スタートとかね、まあいろんなその設備投資ですよね、まずして。 で、その設備投資を回収しないと利益にならないわけじゃないですか。ね。だからまあ、その赤字をこの10年ぐらいまでマックス繰り越されるらしいんですよ。ただから例、例えば300万を赤字、まあ300万を赤字を10年、まあ9年、10年やったら、じゃ3000万ぐらいの赤字が担保されるわけですよね。で11年目に、まあすいません、正確なかもちょっと忘れてましたけど、なんだ じゃあ、11年目に、じゃあうん、3000万の利益,を利益を出しましたとなった場合、その赤字3000万分を充当できるみたいな、うん。で、まあ結局その3000万の利益出てるんだけど、その過去のストック分の赤字をそこに充当することによって、まあ利益,利益が出てないと。<laughs> 利益は出てんだけど <laughs>、利益ゼロみたいにできるっていうね。なんかこういう、その、あるらしいですね。 へーみたいなね。だからやっぱいろんな、税理士さんにね、やっぱ会社設立して税理士さんにいろいろめっちゃ聞くと面白いですよ。うん。これはね、僕も知らなかったんですけど、そんなんできんすね、みたいな。へーみたいな。だからその売り上げのコントロールですよね、要は。うん。だそういうのも、あの、できるってことですね。だからまあ、まあ僕もめちゃめちゃ、まあレシート何でも撮ってるんですけど、 あのー、領収書でね、経費計上できるんで、まあ、普通に働いてたらね、そういうのないと思いますから、会社設立して、まあ、税理士さん相、相談して、あのー、やれば、すごくいいと思いますよ。うん。なんでも経費計上、ほんとできるんで、うん。まあ、特に個人ね、1人で働いてるなんかって言ったら、まあ、正直、まあ、全部経費って言ったら経費ですもんね。 久保さん、経費以外のものを買うことってありますだってパン買ってもね <laughs>、久保さん仕事で使ってるんじゃないですかね、YouTube で。YouTuber のその錬金術ってのがあって、あのー、あれ仕事じゃないですか。結局その仕事に使うもの全部経費に一応、まあ、まあ多分新しい概念だと思うんですけどね。うん。それはプライベートなのかどうなのかっていうのは、わかんなくなっちゃってるんですよね、もうもはや。 うんまあ結局仕事で使うネタとして買ってるっていう部分が結構多いのでまあでもそれが自分で本当に欲しいのかその人しか分かんないわけですよでも動画のしとして使ってるわけですから、まあ、しょ仕事道具になるわけですよねうんだからこれは仕事を会社を作った方がまあ,あの節税というかね、まあ、そういう仕組みがあるのでまあそれを使うか使わないかは会社作ればいいんじゃないかなというところですね うん、まああとはね、その何だろうな、あの数なんですけど、久保さんが42.195キロの話してましたけど、昔ね、僕、高橋尚子さん、高橋尚子さんが、まあ、オリンピックで、まあ、金メダル取りましたけど、お風呂沸き,、ね、きましたね、そろそろ終わります。その高橋尚子さんがテレビで、ね、こう出てたんですけど、 あのすごかったんですよ。なんか、あの、サービスですみたいな感じで、なんかその、あの、ドキュメントの番組では、高橋直子さんの腹をね、ちょっとサービスですって言ってね、なんかピッてこう、高橋直子さんがね、服をピラッてこう見せるんですよ。こう、腹筋を。腹筋やばかったっすね。もう、腹筋、女子の腹筋じゃねえだろみたいな。 もうすごいいびつな腹筋でもうすごかったっすね。で、まあ、な、で、しかもその毎日100キロぐらい走ってるんですよ。<laughs> 100キロ <laughs>。しかも笑顔で100キロ走るっていうね、やっぱすげえなーと思いましたね。100キロっすよ。毎日100キロ走るとかもう尋常じゃないっすよね <laughs>。<laughs> やっぱ、やっぱすごいなと思いますね。うん。だからなんだろうな。まぁ、あ、僕、久保さん言ってましたけど、YouTube アスリートみたいなね。 まあ僕たちもアスリートみたいな感じかもしれないですね、もはや。<laughs> そううーんまあ、別にいろんなやり方あるんでいいんですけど、ただ、あのー、やっぱ知ることも大事だし、知っていっぱいやるってことが大事かなと思いますね。知らないとできないし、やらないと知れないし、結局知るとやるっていうのはセットであると。知ってもやらないとその知識は使えないし、うんで、やってみないと、 知れないこともあるだろうし、だから会社作ってみないと知れないこともあるわけじゃないですか。うん。だからやってみて、やってみないと分かんないこともあるし、なんかいろいろあるんですよ。だからセットでね、あの考えて、物事考えて、やるといいんじゃないかなと思いますね。うん。だから商品を売ってみないと分かんない、知れないこともあるだろうし、だ行ってみないと分かんないですよね。やってみないと分かんないし。 うん、でも、やるにあたって知らないともうだめだろうしあ、これセットだというとこですね。そう。で昨日僕は、あの、あれずっとね、イチロー選手の、イチロー選手が社長になったらどうするみたいなね、100問回答みたいなのがあったんですよ。そうずっと聞いてたんですけど、イチロー選手もね、いやあの、投資しないとお金増えないじゃんみたいなね。なんか一郎、イチロー、鈴木家の家訓で、 なんか株はやっていいみたいなね。現物はやっていいみたいなのあるらしくて。で、なんかちっちゃい頃、なんか株買ったらしいんですよ。で、株買って増えたらしいんですよね。だけど売れなかったと。で、そこで売ってればすげえ稼げてたんだけど、まあ僕が凡人である理由はそこで売れなかったみたいな。ただ投資は必要だよねっていうことを言ってましたね。お金増えないんだからみたいな。うーん。だからそれもすごいですよね。やっぱそれを知っている。うーん。 お金をを増やすっっってていいうことを知っているっていうあと面白かったのが、その今はお金を使う時期だっつってね。使う時期だっていう時に何をイチロー選手したかっていうと、ユンケル、1日1本3000円のユンケルを飲み続けたっつってましたね。す,すげえなっていう、ユンケルだけで1800万みたいな。 なんかユンケルだけでなんか1800万ぐらい使ったみたいに言ってて <laughs> ユンケルに1800万かまよすげえなみたいな家建つやみたいなね <laughs> すごないですか久保さんユンケルに1800万払うっていう <laughs> まあでも結果的にユンケルの CM をなんか起用されたんで多分それもあるでしょうねなんでユンケルの CM に多分 出たのかっていうと、それだけ払ったっていう、それだけ飲んでたっていうね、1日1本3000、3000のユンケルがあるんだみたいな、すごないですかユンケル3000のあるらしいっすよ。一番高い、多分一番高いんでしょうね。ユンケル3000円。あ、ありますね。ユンケル3000円。あれ、まあ、高いやつあるっすね。 すごいっすね。安いのもあれば高いのもありますねユンケル。すごいな。すごいっすね、やっぱ <laughs>。ユンケルに1800万使うってなかなかファンキーっすね。まあそんな感じでなんかまあ、あの、ちょっと話脱線しましたけど、 あまあタイトルは考えておきます。はい。いってらっしゃい。あ、タイトルはあれですね。あの、税金700万です。いってらっしゃい。